どうもこんにちは、僕がですねキャンプを始めてもだいたい3年ぐらい経ちますけども、うちの奥さんはですねキャンプを始めて多分2年ぐらい経ってます。今回はですね今まで使ったキャンプ用品の中から本当に良かったものをですね、うちの奥さん目線で、珍しくお届けしたいなと思います。今ねカメラの向こうにおりますまあこれが良かったなっていうものなんかある？パッと思いついたのはスケーターの本調理鍋。良かったところとしてはやっぱり冷めないし、ご飯が炊ける。しかも結構の量が炊けるもんね。そうそう、なんか釜のやつあるじゃん、うん、昔使った1合だけね。あ、そう、うん、だけ1合は炊けるんだけど、あれ美味しいんだけど、うん、1合しか炊けんけ、まあ、量が少ないよね。特に家族で行ったらね。あ、そう、だけ足りんよね、足りん、うちの子には。だけあれだったら3合炊ける、ね、炊けるんかな。で、美味しいけ、うん、なぜかすごい食べるじゃんそうだね、あと保温調理鍋に関しては家で使うときね、家で使うときにご飯が足りんって時にあれを結構使うんで、そう時間もそんなにかからんね。そうよね。まあ一番ええところとしてはキャンプだけじゃなくて家でも使えるっていうことよね。そう。あれもっと人気が出てもいいと思うんだけどな。あのキャンプのものっつうのは冷めるじゃん絶対。うん。だけどあれだったら冷めんから、まあ、ご飯もあったかいし汁物作ってもあったかいしっていうことよね。でもご飯ばっかりよね。使うのがご飯しか使ってない。使ってないだけやけど、でも白米大好きじゃないか。前回行った時にメスティン使ったじゃん初めて。初めてメスティン使ったけど、冷めるスピードがめっちゃ早いじゃん。今の時期も時期だし。だけど本調理鍋だったら全然冷めんもんね。冷めんね。それはやっぱりええところかな。あと失敗が少ないかもね。結構適当に水入れるじゃん。測ってなくて。あ、でも確かにあれで失敗したことないな。なんかこうカピカピみたいなのもないし、やおいこともないし、結構うまくいくよね。そうか。メスティンはちょっと、まあ失敗する可能性があるよね。どうしても、ね。ちゃんと測らんときにだ多分。しかもあと火加減がね、難しい。やっぱりずっと同じ調子で火を当てると、絶対下におこげがすげえできるとか。だけど、ね、メスティンの大きさによってもなんかあれなんだろう多分。慣れてないけんじゃんね多分でも慣れがいるけど、あの本調理鍋だったら慣れなし問題なしすぐできる。そうよね、あれは確かにいいもんだと思う、ね、すごい良かったね。そうか、じゃあ次行ってみましょうと。昨日ねちょっと話したところによると、この動画を撮る前にちょっと話したところによると、シングルバーナーえってなるいやこれね、あの言われた時に俺もえってなったけど、でも確かにもう当たり前に使っとるからなんかえってなるけど、シングルバーナーってそもそもなかったら大変よね、もういわゆるバーベキューよね。炭で起こして、そうね、バーベキュー、キャンプといえばバーベキューみたいな感じで、あの焚き火とかね。あ、そうで火を起こすよね。そうそう、まああったかいけどゴミも出るし大変っていうね、あの後片付けとかね。それがあのコンパクトなやつで火が、そうね、使えて、それがなければあとはカセットコンロか。あ、そう荷物になるしね。カセットコンロも荷物になるしね。シングルバーナーは確かにあってよかったものに入るはずやね本当は。ってなるかね。いや多分みんな当たり前すぎてあれじゃけど、あのなんつうんだろうね、これからキャンプ始めようっていう人はまず何を揃えますかっていう時に、俺とかはね最初何も持ってなかったじゃん、ほんまに何も持ってなかったけ、家にあるもん持ってきよったじゃん。そうよね。それこそカセットコンロも持ってったことあるし、ほんまに今でこそねいっぱいものあるけど、何もなかったけ、 それこそそのシングルバーナーと鍋ぐらいしか持ってかん時もあったけ、ソロの時はね。そうそう、でそう考えるとやっぱシングルバーナーっつうのは大事やね。大事よね。多分これだけで火が起こせるもんね。しかも大体1個安ければ4000円ぐらいじゃん。4000円でこれぐらいのもん。2つ、まあ2つ欲しい時が結構あるけど、2つ買ってもまあ1万円以下やもんね。なんかカセットコンロだったらでかいしね。でかいよね。これはね、あの多分ね、俺が動画を撮ろうと思って、あの良かったものって言っても出てこんと思う多分。あの当たり前すぎて本当当たり前すぎてっつうか、なんか大前提としてあるっていう頭があるじゃん、ずっと使っとるけど、だけどそれは結構ね新鮮な意見だと思う。
そうなんかね、いや、キャンプ慣れしてないじゃん、私あんまり任せきりだけさ、うん、まあ、シングルマザーに関しては種類がいっぱいあるけ、あの一概にこれが絶対いいですっていうのは難しかったりすると思うよ。あの俺がキャンプするところって下がってもマイナス5度とかで行く、北海道とかもっと寒いところに行ったら、そう、ね、なんかそのカセットガスが使えとか、うんうんうん、アルコールバーナーだったり、あのガソリン使ってやらんとダメとか、うんうんうん、だったりする人もおるみたいだけど、なるほどね、こればっかりはね、あの言い始めたらキリがない、その場所によって違うけ、まあまあまあ、そうじゃね、そうそう、だけどシングルバーナーっていうのは絶対あった方がいいっていうか、あってよかったものだね、うん、あのありがたみがなくなってるけど確かにありがたみがあるもんね、ね、ありがとうございますじゃあ次は、気の利いた意見で、椅子、椅子って書いてある。これもあれはね、さっきの話に戻るけど、最初何も持ってなかったけ、うんうん、あるものといえばレジャー椅子って、折りたたみのやつで、ホームセンターとかで、ホームセンターで800円ぐらいで売れるやつ、うん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 、あれ持ってきよったよね。あれ持ってきよったけど、やっぱめちゃめちゃかさばるっつんで、荷物になったね。あれだけで荷物になるもんね、しかも、うんうんうん、うちは5人おるけ、5人分持っていくっつってなったら結構ね、長さこれぐらいはあるじゃん、折りたたみの長さこれぐらいあって、これぐらいの太さっていうかあれがあって、それが5個って考えたらね、1,2,3,4,5 っつって、まあ多い、ね、それが今ではあのパチロックス、うん、あの売ってもらったやつ、おじキャンで売ってもらった、そうそうそう、1個500円ぐらいで売ってもらったやつ、それすごい良かったね。あれでだいぶちっちゃくなったよね。ちっちゃくなった。これぐらい、うんうんうん、これぐらいでも下がる系、うん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 、今あれが3つあるのか、あと2つなんとか用意しようか、ね、自作ね、自作テーブルがある系、あ、そうだよね、自作テーブルならなければピクニックテーブル、あ、そうそう、そのそれで、ここに書いてあるのがそのテーブルセット、そのピクニックテーブル、うん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 、それも良かったもので、これね、あの前動画作った時にいやいやっていう意見もあったよ、見た目がね、多分見た目だと思う、いやそれかっこ悪いわみたいなのがあったけど、うんうんうん、あれ多分最強だと思うよ、うんうん、だってテーブルもあるし椅子もあるし、ね、めっちゃいいよね、すごい小スペースでって考えたら、あれはねめちゃめちゃええもんだと思ったけど、ね、だけどやっぱりね、あの見た目があれなんかね、かっこ悪いってことになるんだよね、かっこ悪いっていうかなんか、うん、でもそんなの気にせんかったらめちゃめちゃ全然いいよね、あれほどええものがないと思うよね、運動会でも使えるし、あ、そうね、普段でも使えて、あ、そう、正直キャンプ以外でも使えるっていうのがね、あの俺らの選ぶ基準の一つにキャンプだけで使うものはあんまりっていう、あ、なんかそれしか使えんかったらちょっとね、ちょっとねっていうのあるよね、うんうんうん、その運動会とか、ね、遠足とか行った時に持ってって使えるようなものとか、うんうんうん、週末にどっか遊びに、例えば海とか川でもいいけど遊びに行った時に持っていけるようなものとかっていうものがいいよね、いいよね、保温調理鍋に関しては去年の夏だったか、去年の夏にあのエビ、うんうんうん、拾いに行ったじゃん、エビ捕まえに行ったじゃん、うんうん、あの時に確か保温調理鍋持ってって家で炊いてってあそこで食べて、保温できるけんね、そのまま、そうよね、うんうんうん、でけあのコンセントでずっと保温しとくような感じで、現地に1時間後ぐらいに着いて食べようってなっても、うんうんうん、ほかほかのご飯が食べれるっていうんでやったよね、あれはね、すごくいいよね、やっぱ ねスケーターの人もいいよったのが、うん、前スケレットをやったじゃん、うんうん、スケレットをやって、うんうんうん、あれがめっちゃ売れて、うんうん、で他にもそのキャンプ系のもので使えるものはないかっつって探しよって、うん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 、これはキャンプに持っていく人おらんじゃろみたいなことだったんだって。だけど無水調理鍋に関しては単純に俺が気に入ってるっていうだけなんだけど、うんうん、あれも持ってきよるよね、あれも持ってきよる、あの保温調理鍋に関してはもうなんかなんでみんなこれ使わんのっていうぐらいのものだけどね。あ、でもお酒飲む人はあれかもね。あ、どうじゃろう。あ、ご飯を食べるけどさ、家族連れだったらいるけど、あったかいけどね。あったかいまま食べたいっていう人にとってはあれはめちゃめちゃいいよね。なんかキャンプ用品を買うにあたって、まあ、テントはあのキャンプで使うしかないじゃん。うん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 、もしかしたらその災害とかあった時に使えるかもしれんけど、うんうんうん、そんなことはめったにないじゃん。うん、だけどあのエアマットとか寝袋とか、なんかそのそれ以外のものに関しては他のところでも使える可能性があるっていうか、うん、エアマット、エアマットってあの下に敷くやつ、あ、あれあれ今人数もあるもんねあれすごいよねそうね、だって、うん、なかったじゃん今まで、なかった、なかった、
家から敷布団持って行きよったじゃん。敷布団とね、あの一番最初やった時はあのくるくる巻いてやるなんか銀のあの風呂のやった風呂の床に敷くようなやつ、あーやったあれでやりよったよね。やりよったすごい荷物だったよね。パンパンだったよね。そうそう、それもロールでこれぐらい、うん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 、これぐらいの2つ3つとか入れて、うんうんうん、なおかつあの敷布団、敷布団か、うん、敷布団を2組3組ね、いるよね。あれちっちゃくならんしならんよね。でさらに冬は掛け布団もいるけ、あ、そうだね、もうミラーで後ろが見えんぐらいになるよ、ね、見えんかったよね。あのほんまにパンパンだったよね。あの寝袋あるじゃん、うんうんうん、寝袋って俺あの赤いやつやっとる、うんうん、ダウンってやつタラコちゃん、うんうん、あれを、まあ、毎回使ってあれだけでもいいんだけど、うんうんうん、あの結局ね布団持ってったらね布団が一番あったかいと思うよ俺は。なんだかんだ言って、うん、あの寝袋って言ったってやっぱペラペラだし、うんうんうん、あの厚みがあるったってね、うん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 、でも羽毛布団だったらもう厚みこれぐらいあるじゃん。あーそうだね。でけ絶対あっちの方があったかいんだけど、まあ、やっぱそれでかさばる分だけ他の荷物を減らさんと、うん、その敷布団なり、うんうん、マットなりを減らさんと、うんうんうん、やっぱすごい荷物になるじゃん。あそうだね。そういう意味でもエアマットは良かった、ね、よかった。でめっちゃちっちゃくなった敷布団持っていかんでいいけさ。そうね。で敷布団持ってったりしよったけど多分手間としてはその持っていく手間があるじゃん、まずは、うん、あの場所取るし、うん、っていうのもあるし、片付ける手間もあるし、うん、帰ったら帰ったで今度干す手間があるじゃん。そうそうなんよ、そうなんよそれがね、で天気悪かったらどうしようってなるよね。ああそう ね, ね、うん、それはあるよ ね, ね。でやっぱ敷布団やっとくと下からこうすごいよね、冷気が来るけ、うんうん、ちょっとやっぱ湿っとったりするね。でやっぱ干さなきゃいけんってなったら、うんエアマットじゃね、最強じゃね分からんけどそうやね。いやでもこれで5個出たぞ。あでもあと追加であの100均のライトとか、あ USB ライト100均のものね。100均、あ100均のお皿も良かったし、 あの銀のセリアのやつかね。まあできやあの辺は買いやすい値段っていうのとあと近場で買えるっていうのね、そのキャンプ用品専門店とか行く必要ない、ちょっとキャンプ気分を味わえるっていうの。ああそうだね、なんかキャンプしてるわ私みたいなね。まあでもライトもね安かったしね。ですごい明るかった記憶がある。あの USB のやつね。あそうそうそうそ う, そう、あれ確かに150円ぐらいしたんよ。あそうなんだけどあれ残念ながらねなぜかもう売ってなくてから、あもしあるんだったらあと4個ぐらい欲しいね、うん、明るくて安くて、そうそう、でしかも壊れた時とかね、予備でも欲しいし、であと誰かがそのモバイルバッテリーってあるじゃん、スマホ充電するやつ、あれ持っとけば誰かが持っとればそれでまたライト追加できるけ、あなるほどね、あれまた復活してほしいんだけどな。ねこれで6個ぐらい出たのか、うん、保温調理鍋、テーブルセット、うんうんうん、椅子、うん、シングルバーナー、うん、100均のもの、うんうん、とエアマットか。それもよかった。これはなかなか順位つけるっていうのは難しいやろね。うん難しい難しいよね。うん全部我が家に限るよ多分。もうあうちにうちに限るかもしれん。あ他の人はねいろんな意見があってじゃろうけどね。で多分ねあのキャンプっていうもののね捉え方がねうんあのちょっと違うんかなと思う。うちはキャンプに行って遊びましょうっていう あれじゃん、うんうんうん、なんか家族で行くんだけどサイト、うん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 、をこうかっこよくしましょうとか可愛くしましょうとかっていうのはないじゃん全く。ただ、ね、ほんまにあそこ現地に行って、ご飯とか作って食べて話とかして遊んだりして寝て帰りましょうっていう、うん、全然おしゃれじゃないもんねまあそれもあってあの今回選んだものっていうのはちょっと特殊っていうあれでもないかもしれんけどそのうちならではなんかなって感じがする。多分保温調理鍋よりメスティンっていう人の方が断然多いかもしれないね。あのそのキャンプ気分を味わいたいっていうことであれば多いじゃろうし、だけどうちはもうあったかいもの食いたいとか、もうそれより便利で簡単の方がいいっていうのでこれを選ぶわけじゃん。俺はでもこっちの方がええかなと思うけどね。我が家に限るって出した方がいいかもしれない。ただ今回選んだものに関しては基本的に映えませんっていうのよ。ああそうですね私目線ですね。うん、いやまあ俺目線でもあるけど、うんうん、基本的に映えるものとかで選ばんけ、あそうだね、家族で行くことに関しては。うんうんうん、
確かに。いやまあということでね、面白い話が聞けたんじゃないでしょうか。相槌うるさいって言われたらどうしよう。いやいや大丈夫大丈夫。まあそんな感じでですね、ちょっと今はコロナが我が、岩国市で流行っておりまして、なかなかそのキャンプに行こうっていうのが、ね、ちょっと難しいけど、うん、年末ぐらいでまた行けたらいいよね、うん、って感じかな。そうだね、うん、まあ状況次第でね、うん、そうだね、また考えようか。う、ね、あのチャリでキャンプもしたいしね。うん、まあそれもね状況次第で、そう、それも状況次第で、ね、ということで今回は、うちの奥さんが選ぶ、本当に良かった用品の回でした。それでは。